休憩終わりだよ。みんな戻ってきて。はーい。幸先が悪いでございますけれども。あら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 。はい、それでは再開していきましょう。さて、ここからの対決はですね、私ヌノコとベッティで進行させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。イエーイ。ということで。ほい。大丈夫。大丈夫ですよね。大丈夫ですよ。何も間違ってない。大丈夫ですよ。さあ、それでは続いての対決は何でしょうか。はい。ドドン。エアロバイクバトルチャレンジ。イエーイ。イエーイ。さあ。ということでね。ちょっと様子がおかしい機械が置いてありますけれども、そちらもエアロバイクを使いましてですね、はい、バトルチャレンジをしていこうというコーナーでございます。頑張ってください。はい、エアロバイクバトルチャレンジの内容はこのようになっております。ほいほい。スライドドンドン。はい、プレイヤーの皆さんはエアロバイクを漕ぎながら制限時間5分以内に強アトラス討伐を目指してください。討伐成功かつ合計走行距離の多いチームが勝利となります。勝利チームには200ポイント差し上げます。はい、200ポイントですね。すごい、はい、制限時間を超えたりですとか討伐失敗は失格となりますのでご注意ください。それでは、はい、早速いきましょうか。はい、はい、どっちから。まずは赤組からチャレンジをお願いします。お願いします。赤組の皆さんはスタンバイをしていただきまして、白組の皆さんは私たちの後ろに来てください。さあ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 、ここに来ていよいよ運動会ですね。そうですね、いよいよやっと運動会感出てきましたね。でもね、なんか赤がね結構運動チームガチっぽいんですよね、すっごく。そうですね、いやガチなガチなスパイクです。アイキちゃんの姿勢がねかなりいいんですね。そうですね。マジで足痛いっす。カオちゃん、足とかありますか。足大丈夫、大丈夫、大丈夫。スパイクは逆にやりづらいんじゃないか。今日はエンド、エンドだって。ちなみに皆さん、これの練習したことってありますか。あるわけないあるわけない。ないか。そっか、みんな初挑戦か。さすがにね、この設備はなかなか家にね、ちょっとね、置けないですもんね。どうですか、リッキーさん、意気込みの方は。もうね、どうなるんだこれ。どうなるんだこれ。どうなるんだこれ。職業って何でいかれますか。職業は賢者でいきます。賢者で、はい、かおちゃんは。私、あ、やばい。今回踊り子で。踊り子。おー、はい、おあ、本当だ。あの地味祭り仕様になってますね。不具合じゃねえよってね。うんうん、あいきちゃん職業なんですか。バトルマスターです。お、で、お姉さんは。僧侶、お稲荷じゃねえよ。あ、ごめんごめん。僧侶です。嬉しそう。元気です。やっとゲームできます。よかった。サスナダイ君もね、サップはやってたでしょ。そうですよ。だからもうみんな。いいですね。リッキーさん入れてくれましたね。ほぼほぼ。リッキーさんなんかやってました。あ、そうですよ。僕あの高校時代マジなんですけど、俺毎日3時間自転車乗ってたんですよ。え、なんでお家が遠かったんですか。あ、そうだ。結構貧乏だったって。今貧乏ってことを避けて言ったの。電車代を浮かすために自転車で頑張ってたんですよ。なるほどね。この話はまたの機会に聞きましょうか。ゆっくりね。ね。はい、ではどうですか。よし。かおちゃんかな。私。やべ、なんか聞いた。私はね、リーダーですかね。誘ってあげてくださいね。大丈夫ですか。もうすごい、もう間もなくです。かおちゃん疲れてない。ちょっと、あの、今からですよ。大丈夫かな。大丈夫ですか。はい、大丈夫ですよ。笑顔がこわばってます。私の走りを見てください。走りをね、見ます。走行距離大事ですからね、これ。そうですね、それも競っていくからね。そうよ、そうよ。分からないんだ。どっちに集中していいか分かんないからね。ゲームなのか、電車なのか。そうですね、我々は。そっか、走行の方が有利みたいなこと。でもやっぱ討伐失敗は失格になりますので、ちゃんとね、勝ってもらわないと。5分以内に倒さなきゃいけないんです。そうなんです、はい、5分以内倒さなきゃいけない、はい、そうですよ。大丈夫かな。大丈夫かな。大丈夫かな。わかんないです。ちょっと初めて見るんでわかんないです。本当に運動会みたいな緊張感だな。東京都本当に本当に緊張する。いよいよ運動会。私めっちゃ走るから。めっちゃ走るね。はい、期待してます。すんごい走る、うん。誰が、じゃあ誰が当たるのこれ。アイキちゃんじゃね。終わった。はい、では行きます。もう行っていい。ホーム画面に行きました。それでは行ってみましょうか。これ当たったらこけ、はい、行きま
当たったら漕ぎればいいんですね。いきますね、はい、エアロバイクバトルチャレンジ赤組スタート。頑張ろう。どうちょっといいですね。いい走りを見せたんですね。バイクちゃんが速い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 。大丈夫？片や自転車3時間のリッキーさん、全然歩みが遅いです。マジ？リッキーさんすごい遅いね。5分長いからね、これ意外と。そうですね、5分間漕ぎ続けるということを考えて、皆さん体力のセーブをお願いします。コメントもね、右2人が速い。おっと、ここで踊り子のかおちゃんが沈んでしまいましたが、リッキーさんの賢者。おっと、しかしアイキちゃんがちょっとバテてきたかな。バテてきたかな。リッキーさん攻撃いいですよ。あ、いけるよ、手が動いてないよ、手が。力は集中するんですね。カズナリさん、表情が崩れてきました。カオちゃんはな格好のせいか、すごく頑張ってるように見えます。カオちゃん、意外にすごい体力がある。そしてリッキーさんがね、ずっと安定してるんですよ。そうですね、1分経過です。最高ないな。そうですね、全然集中できない。でも、死んでるよ、カオちゃんが。聖女間に合ってない。そうですね、でも毒が入ってるんで、まだ安定してるかなという感じがします。アイキちゃん、コントローラー離さないで。おっと、アイキちゃん、これはこれか。おっと、これはこれか。これは全員避けられない。おっと、赤組全滅の兆しが見えてまいりました。大地を思いっきり食らってしまったようです。コマンドだ。さあ、復帰は間に合ったか。頑張って耐えました。さあ、現実のカオちゃんも、ゲーム内のカオちゃんも真っ赤です。突然声を出した。カオちゃん、なんか出てるよ。やばい。ですけれども、全滅すると0ポイントですので気をつけてくださいね。しかしアトラス怒ってはいますが、黄色くなってます。あ、ほんと、こいでこいで。いいよいいよ。しかし一番切羽詰まってるのはカズナリさんのようです。はい、これ僧侶無理だ。俺ってなってきましたね。これ僧侶できないよ。頑張って、頑張ってください。赤くなりましたね。あ、赤くなった、赤くなった。赤い。はい、ご覧の放送はドラクエ 10TV です。その通りです。ただいま3分経過です。これさ、ギリギリまで倒さないのがいい。ギリギリまで倒さないのもありますよ。そうですね、あの走行距離もあるので。あと何秒？でも全滅したら0点だよ。そうですね、めっちゃ焦げ、めっちゃ焦げ。コメントが不可能。
コメントが不可能ということです。なんか言ってんだけどな。食べれない食べれない。じゃあペースが乱れなかったリッキーさんのコメントをいただいてもよろしいですか。あ、無理、喋れない。リッキーさんも無理なの。あ、もう真っ白ですね。なるほど、それだけ全力を出したということで、これはなかなかすごかったですね。タイムも一回も足が止まることなく、うん、確かに喋れない。誰もね、走って会場から逃げるってことやらなかったですよね。あ、かおちゃんが本当に倒れ込んだ。誰か助けてあげて。赤組誰も助け起こしません。水水水、顔に水、顔に水。本当にサッカーしてるみたいな人。さあ、運営長が写真を撮って待っております。かおちゃんはスルー、かおちゃんは全員スルーです。立ち上げていいんですか。立っていいんですよ。さてさて、俺なんか求めないの。白組の皆さんスタンバイをお願いいたします。どうですかベッティさん。いやー、なんかもう何が起こってるかよくわかんないですよね。相当カオスな状況で。そうですね、これはでもあの期待されていたスポーツチームがこれだけのバテたってことは、白組のちょっとね体力が不安なところがありますね。どっちが勝つかさ。でもさ、私は割と赤組に期待してたのね。あ、それわかる。そう、もう無理だよ。結構ね、疲れたよね、やっぱり。いや、結構じゃない、ね、もう無理ですよ。汗がすごい。やばい、マジでやばい。やばい、本当。リッキーさん、地面這いつくばってますもんね。無理だ。みんな必死で戦っております。はい。ドラゴンクエストペンTVなんでもうやりたくないもんね。それではですね、ここでどっかにあったお店。はい、リッキーさんが疲れていますけれども、ここでアンケートを取りたいと思います。そうですね、リスナーさんは白組赤組どちらが勝つと思っていますかというアンケートお願いいたします。はい、見てるだけでも楽しいんですけどね、白黒勝負つけなきゃいけないんで、はい、うん、白赤ね。あ、そうだわ、うん、白赤勝負つけましょう、うんうん、さてさて、どっちでしょうね。でも私、あ、でも赤いのか、ここ2人が。そうなんですよ、現役女子大生もいるし、GU さんもいるし、スーパー編集者さんがいるし、ね、超イケメンのバトルプランナーさんもいるし、そうですね、白組のメンバーをね、紹介しますと、うん、はい、安西先生、斉藤 V さん、そしてさやっぴーとユージですね。はい、はい、こちらも若いよ。若いの。そうですね、最年少よ。あ、こっち側は若くないですね。はい、こっち側は若くないですけれども、うんうんうん、では結果が出たようですので、はい、小手木さんどうぞお願いします。お願いします。赤組 58.8% 白組 41.8%、なるほど、白組は今からやるのに期待されてないです。V さん頑張って。あのカオちゃんの姿見てあれアトラス今日間違いないですね。今日です。大丈夫ですか。今日2回目のアトラス今日ですからね。安西さんにはちょっと荷が重いアトラス今日という響き。この時のために待ってください。ランニングな感じで。アイキちゃん大丈夫。もうね、赤組はね、喋る気力がね残ってない。お疲れ様でした。大丈夫、はい、いつも以上にアイキちゃんの顔が小さい、はい、ですよね。白組もちょっと職業構成を聞いていきたいですね。お、うんうん、何でいきますか皆さん。じゃあ V さんからちょっとお願いしてもいいですか。僕は旅芸人で。はい、 V さん旅芸人。安西さんは僧侶です。僧侶やめたくなりますよ。一人に作ると期待ですね。はい、皆さんコメントお願いします。はいはい、そしてさやぴー。私は戦士です。戦士。ゆうじくんは。で、魔法使いです。なるほど、魔法使い、火力が高いですからね。うん、燃やします。結構鉄板構成ですね。そうね、早く倒しすぎると走行距離が稼げないから、それも考慮しつつ、ちょっと前半飛ばしすぎるよりもペース配分を考えた方が、ちょっと赤組を見てからだと、そんな感じ。ペース配分を考えたリッキーさんこれですから。確かに。
池さんより白くなってます。確かに。なかなかね。目を直したみたいな。これは白組入りかなみたいな感じになってますけど。まあ、何せこれ誰もやったことがないですから。そうですね。攻略法なんか一切ありません。うん、そうですよね。はい、ペース配分がわからない。わかりませんからね。でも、もう V さん腕まくりしてね、やる気十分ですから。一応これ、アイキちゃんスタイルです。アイキちゃんリスペクト。アイキちゃんリスペクトなんですよ。なるほどね。じゃあ、最初めっちゃ飛ばすってことで。そうです、ね。なるほど。ちょっと期待しております。ちょっと赤組に乗せられてますけれども。V さんの眼鏡は曇るんでしょうか。さてさて、準備ができましたでしょうか。そんな面白いこと起こるかな。はい、いつでも OK とのことですね。ではでは入っていただきましょう。はい、中にね。そうですね、安西先生がモフィータンですね。はい、ドワコちゃんですね。かわいい、うん、ガンガン行こう、うん、ガンガン飛ばした方がいい。ガンガン飛ばした方がいい。余裕でガンガン飛ばした結果、はい、そう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 、おじさん2人も、おじさん2人も飛ばした方がいい。すでに姿勢が辛いんですよね、なんか。なんだろう、ね、前傾だからかな。なんか高さが違うんだ。おやおや、でも結構若いですからね、普段の私生活はね。いやいやいや、やばいぞやばいぞ。ではでは、早速ゆっくりゆっくり行きましょう。ゆっくり。オッケーでございます。はい、どうやら白組の作戦はゆっくり行こうぜとのことですね。5分以内に倒してくださいね。待って、誰かいらっしゃる。これは幸先がいいですね。あと、これボーナスじゃないですか。何キロボーナスか。超低確率ミスタートルネコミスター T が現れました。ぐるぐる、やっぱりちゃんと売っていくっていうね、みんなね。そうですね、ちゃんとみんなゴールを持ってるかな。待って待って待って、売りたい売りたい、待って待って、あ、クリアした。はい、ピュアな反応がありましたね、今ね。クリアしたね。トルネコさん、最近私会ってないな。はい、クリアした。なかなかいないね。そうなんですよ。でも私、神田さんも会ったことない。私もない。うん、よく出るって聞いたんですけどね、全然会えない。そうなんですよね。うん、よし、おー、初めてだ。さてさて、初めまして。みんな用事を終えて扉にダッシュしていきます。やばいやばい、幸先すごくいいですよね。あのね、リプレイ受注してないとかありますけれども、一貫性生放送でございます。そうですね、ちょっとね、はいはい、お時間気にしている感じもあるのでね、はい、大人ですから、まあまあ、いつでも会えますから ね、 ね、この猫ね、よう言うね、あの人。本当ですよ。持ってないのによう言うね。だって初代持ってないキャラですよね。そうよ、確か V さんが、ね、うん、ではではサクサク。自信どうですか。自信はどうですか。自信は、まあ、最年少なんで、まあ若さでご利用します。ご利用しましょう、はい、もう扉の中に入っていただいて、モフィタンがまだかな。おお、ごめんなさい、うん、ガツガツ行きましょう。モフィタンかわいい。 P が、 P があったのかな、これは。さあ、みんな緊張で、もう一回確認しますと、安西先生がそう、両部員さん、タービーゲー、さやぴー選手のユージ君、魔法使いね。はい、うん、そうです。まあ、ザオが2つあって、復活の杖がある状態って感じですかね。そうか。うん、いつでも行きますか。はい、ではでは、心の準備ができたら。ちょっと待ってね、大丈夫ですか、はい、スタートいますからね。大丈夫ですかね。はい。それでは、エアロバイクバトルチャレンジ、白組、スタート。こげ、あ、重たい。始まりました。いいですね。重い重い。おっと、ペダルが思ったより重いとの発言。さっきには出なかったんですけど、めっちゃ早く動いてんだけど。え、開幕飛ばすって言ってましたよね。大地来てるよ。あー、やば。あー、ゆうじさん一番遅いよ。おっとサイクリングじゃないという声が飛んでおりますね。そうです、この200ポイント。サヤピー頑張って。サヤピーが2度目ですね、赤くなってますね。そうですね。え、こいでる。そうだよ、死んだら、死んだらもういっぱいこがないと。さあ、やはりやっていくと。いや、これ想像以上にきついですね。きついきつい。必然的に口数が少なくなっていきます。内藤さん、内藤さん、少し遅くないですか。もうしんどい。また走った方がいいんじゃない。もうちょっとだけ、遅いですね。でも、もうちょっとだけペース上げた方がいいかもしれないですね。かなり運動できない人なのかなって思ってしまいますね。頑張れ頑張れ、はいはい、V さん、ペースアップ、ペースアップ。ペースアップしないで。めっちゃ全力。さあ、ゆうじさんに火がついたか。ちょっと早くなりましたね。早くなりました。安西先生がね、すげえスタイリッシュなんですよ。確かに、すげえ姿勢いいな。汗かいてない感じが
辛いよこれ。辛い。もう辛い。もう倒そう。もう倒そう。まだです。もう倒そう。ルイさん、ルイさん、ルイさん。ルイさん。何分経った？ルイさん。5分ぐらい経った。経ってないでしょ。まだです。全然経ってないですね。まだです。はい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 。死んだ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 。ああユージさんが。火力の一人が倒れてしまいました。待って。もっちゃんが駆け回っております。赤組に比べて少し遅いような感じがしておりますよ。大丈夫ですか皆さん。ちょっと本気でやってくださいよ、藤さん。皆さん本気でやってください。残り3分でーす。頑張れー。で、回ってや、回ってや。まだ白いかな。よそ見してもだ。やばい、やばい。あー、死んだ。ね、ほんとごめん、もう無理。ブリさんの顔きついな。ブリさんの顔きついな。おっと、全体的にペースダウンしてまいりました。ブリさんのいいとこ見てみたいな。ブリさん変わってない、変わってない、変わってない。やばい、やばい、やばい。いや、アンサー先生姿勢良すぎるんですよ。そうですね。あと5分半。あと何分？2分以上残ってますよ。頑張って。ただ頑張って。はい、まだ白いんで。V さん白い。そうですね。これ時間内に倒せない可能性が黄色くなりました。なりました。よかったよかった。しかしここで全滅の兆し。僧侶が死に。やばいですよ。旅芸が HP1。ハッスル間に合うか。残り2分です。嘘やばいよこれは。そうですね、これ葉っぱ使わないと。あ、一回出た。かぶってる、かぶってる、かぶってる。ダメだね。もう無理、ごめん。いいよ、いいよ。あ、まだ全然いいよ。まだ全然いいよ。あれ、じゃあ、こいでる、みんなこいでる。姿勢がいいんだよ。姿勢がいい、姿勢がいい。こいでるよ、姿勢がいい。ちょっと若い人に負けてるよ。若い人に負けてますよ。声をかけてもノーコメント。体力が尽きているようです。これでも結構時間やばいですよね。そうですよね。時間やばい、やばい、やばい。あの、畳みかけないとそろそろもうあと2分。いいや、倒しても全滅しても。あ、残り2分。ユージの漕ぎを結構早いね。ユージ、ユージ頑張れ。若さで、若さで頑張って倒さないと。さあ、こちら倒さないとポイントにもなりません。倒す、できないかな、これ。いきなり可能性高くなってきましたよ。じっとして体力が回復した赤組が口数多くなってまいりました。ブイさん遅い、ブイさん遅いよ。本当に本当にブイさん遅いよ。ドラクエ10 TV なのにあれおかしいな。ゆうじくん下がって。高さが、椅子の高さが違うんだと思う。安西先生ラストスパートしないとやばいですよ。安西先生、安西先生、どうぞ。いや、姿勢、汗かいてないよ。姿勢はいいんだけどな。早く止まってるよ。お願い、頑張って。残り10秒。あ、これ倒せないんじゃない、これ。15秒。ここで V さん必殺アクロバットスパーシュ。 V さん、ドラクエ買うがいいんじゃないの。ダメージは耐えられません。7、6、5、4、3、2、1、0。これ距離だけ測りましょう。まず、そう、とりあえず失格ですけれども、はい。そうですね、せっかく走ったのでちょっと距離見たいですよね。どうですか、V さん、どうでした？これ、バンドではどうするの？なんで先生が。おや？すいません、もう一回お願いします。全然やってください、やってください。死んじゃいそうだね。ここで放送事故起こるよ。どうしますか。4人の皆さんにかかってます。もう一回やりますか。体力が続けばいけるんですけど、多分アトラス今日はもうないと思うんですよ。あります。あるの？ないって言ってよ。そこはないって言いましょうよ。仲間割れが始まっております。しかしどうですか、勝ちたくないですか。カードはあるけれども体力がないという感じがしますね。あの、ちなみに多分今白組負けてますけれども、どうしますか、ここで。はい、え、もう一回やるかやらないかの話をしてますよ。もういいんじゃない。もう喋れないじゃないですか、ほら、やっぱりこれ終わった後喋れないんですよ。そうですね、でも4人の参加表明を聞かないと、ちょっと棄権する場合は自分で棄権すると言ってください。もう私は体力がないので諦めますと。はい、このままだと負けちゃうよ。
あの仕草当ててもらっていいっす。あれ仕草は当ててもらっていいんだ。今はそれ違うんで。もうちょっと、あ、すいません。じゃあちょっとカメラにバトルポーズをお願いしても、あ、挑発をお願いしてもいいですか。あ、違う違う、でもシュリさん最初から最後までスピード変わってないですよ。いや、もう何も言えない。あさあ、それでは赤組の皆さん、こちらに白組の皆さん、こちらの自分の位置で持ってください。はい、足がプルプルする。え、足ガクガクですね。去年のあのランニングアトラスより辛そうね。ね。アイキちゃんこけないで。早く歩いて、早く歩いて。あれ？おじいちゃんおるからもう。平均年齢が一気に上がったかな？さあ、なんとかやっとみんな席につけました。大丈夫ですか？大丈夫ですか？皆さん今カメラに映ってますよ。そうですよ。ニコニコ生放送ですよ。さあ、それではですね、皆さんの合計走行距離をスケッチブックにお書きいただけますでしょうか。うんうん。さてさてさて、でも赤組はだいぶ体力回復してるんじゃないですか。これ表示されるんですか？こっちが手書きですか？表示されるのかな？表示されてるのを言っていいのかな？表示されるの。ただ勝ち負けで言うと赤組の勝ちだからね。そうです。でもしかしたら万が一走行距離は行ってる。だから白組はいかに無駄な走りをしてたかっていう数字。いや、悲しい。これにそうですね。書いてある。あ、走行距離が、あ、いい感じ。さてさて。それではもう赤組の勝ちは決まっているんですが、はい、赤組の走行距離を見てみましょう。お願いします。はい、我々の走行距離いきましょうか。はい、はい、我々合計、8.57km 走ります。おお、ね、なかなか前半飛ばしてましたもんね。個人個人のやつは何かあるんですか？個人個人のやつありますよ、はい、一番走ったのが、おお、お稲荷さんですね。おお、うん、2.8km 走ってます。ただその次、その次、その次あります。ちょっと聞いてください。その次、かおちゃんです。おかしい。 2.07km 走ってますね。やっぱりね、サッカーチーム強いですね。ね、うん、伊達じゃない。さあ、ということで負けていますが、はい、白組の皆さんの合計走行距離を見てみましょう。お願いします。我々の走行距離はこれになります。はい、じゃかじゃん、どどん、おお、8.2 km。 はい、どうだ、一応頑張った、どうだと言われて、もう無駄です。はい、頑張ってた、頑張ってたね。頑張っただけですね。でもその気になる白組の一人一人の個人のやつは、あ、すごいですね。これは一番トップがあのユージですね。うわ、すごい、すごい、すごい、3キロ走ってます。3キロ、すごい、すごい。で、一番ダメだったのがさやぴー。さやぴーは 1.84 キロしか走ってない。え、嘘、頑張った。頑張ったね。そうだね、頑張ってた。努力の結果は比例しないね。悲しい、悲しいですけどね。ということで、はい、まあ、あのアトラスを倒せたということもありますので、赤組の勝利。赤組に100ポイント入ります。ここで、はい、それではそれでは皆さん、プレゼントの呪文がございます。イエイ、発表しますね、うん、はい、プレゼントの呪文はこちら、うん、お好きなカードどうぞ。お好きなカードをどうぞということで、はい、白紙のカードが1枚ですね。お、貴重な白紙のカードです。はい、ぜひ入力してもらってください。はい、ではではでは、終わりました。終わりましたね。あ、緊張した。はい、ということで続いては